ぼちぼち時間だ。アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り戻したことで、ナミが航海士として正式に仲間に加わり、総勢5人になった麦わらの一味。バギー、クリーク、アーロンと名だたる大物海賊を倒したルフィの名は海軍本部にも伝わり、イーストブルー最高額の3000万ベリーの懸賞金がかけられた。晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと麦わらの一味はグランドラインのほど近く、かつての海賊王ゴールドロジャーが生まれた町ローグタウンに立ち寄る。仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ海賊王ゴールドロジャーが最後の時を迎えた場所だった。うはー、これが海賊王の見た景色。そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。ま、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どうせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロだが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。死んだ。笑った。にゃ、やっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲。海賊どもを追い込め。来た、逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動ありそうだ。死を覚悟して笑っている。海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。三刀流奥義。世界
地面の避難が完了しました。攻撃を開始します。中華で大砲を使うなんてむちゃくちゃね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。スモーカーさん、私たちも出ます。ドローの圧力発射さえ。ドロノワゾロ、海賊狩りだったあなたが今度は海賊ですか。その刀、そんな名刀があなたみたいな悪党の手にあるなんて許せません。奪うのか。この刀は渡せねえんだ。私は世界中の悪党たちの手に渡った名刀を取り戻すんです。名刀和道一文字回収します。やってみな。自分の体を煙に変えられる。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。悪運尽きたな。突風だ。今のうちだ。早く。お前ら走れ。今ので広場の門が開いた。ケズケズすんな。雷の次は突風だと。これが全て偶然か。まるで天があの男を生かそうとしているようだ。だが奴が何者だろうとも俺が逃がさねえ。今の攻撃で海賊どもはひるんでいるはず。瞬時に取り押さえるぞ。必ず追い詰めてやるぞ。みんな急いで、あそこから逃げるわよ。勇気よし、よかった。勇気おい、何だよ、何もおい、よかった。基地から動員を呼べ。俺は先回りして奴らを待ち伏せる。
島を出るぞ野郎ども。海兵に追われて困ってるんだ。お任せくださいお姉様。港はそっちじゃねえぞ。故障の女を倒すしかねえな。この感覚を待つ。やっと気温が下がり続けてる。それにあの雲、雷がさらに強くなる。そうすれば、スライスの攻撃が敵を妨害できるかもしれないわね。私の見込んだ男だね。こん
なことしてる場合じゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったら、え？ルフィ、あんた、やあ、俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ベリーだってよ。見ろ、世界中に俺の後頭部が。あんたら、事の深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白領の相撲が本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。麦わらの一味、逃がしません。海軍より先に草ゴムの首を取っちまえ。この準備は私がやっとくわ。あんたたちは敵をどうにかしといて。また雷が落ちた。バギー船長、雷を避けていきましょう。少し遠回りすれば安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まあ待て、やつらは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここはやつらの裏をかいて遠回りするのも悪かねえ。やはー、さっさと行くぞ野郎ども。船長、こいつは遠回りするみてえだな。内心を壊していて正解だったぜ。
大変なの花から相手に。やれの花の配下はだ。あいつらが潰し合ってくれりゃ好都合だぜ。俺は負けねえ。カリン助かった。離せろ。逃がしません。ドロノワンゾロ。三刀流王義三世界。そこまでだ。一気一気。何があった。曲げられない正義がある。三刀流王義三世界。この刀は渡せねえんだよ。どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。次第にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだと。こら総長、ラシゲ、何やってんだ。いいから引っ込んでろ。すいません。俺様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。三刀流王者の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 準備ができたぞ。急げ急げ。ロープが持たねえ。早く乗って船出すわよ。逃さねえと言ったはずだ。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。おう、吐かせろ。おう、吐かせろ。おう、吐かせろ。お前らを逃がす。この時何をしでかすかわからねえ。ここで必ず潰す。こいつすげえつえ。でもここで捕まるわけにはいかねえ。
俺が蹴りつけてやる。この感覚を負け。三刀流。行儀は悪いな。ゴムゴムのキャノン。ボンドフォー。今だ。船を出すぞ。くそ、逃がしたか。すぐに船を出せ。麦わら大僧。ですが、上が何というか。俺に指図するな。とそう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする？しかし、お前何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。グエイ。俺はオールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。いいじゃねえか。